ズラカン・イブラヒモビッチは、スウェーデン丸目出身のサッカー選手。セリエ AAC ミラン所属。元スウェーデン代表。ポジションはフォワード。4つのリーグで優勝を経験し、5度の得点王を獲得したストライカー。スウェーデン代表の最多得点記録の保持者である。イブラヒモビッチの姓が示す通り、ルーツをバルカン半島に持っており、スウェーデン人の血は引いていない。 現在のボスニア・ヘルツェゴビナのビーエリナ出身で1977年にスウェーデンに移住したボシュニャク人の父シェフィク・イブラヒモビッチとクロアチア人でザダル近郊のプロコス出身の母ユルカ・グラビッチとの間に生まれた。二人は移住先のスウェーデンで出会った。イブラヒモビッチという姓はイブラヒムの息子という意味でキリスト教徒が大半を占めるバルカン半島の中に あって、比較的ムスリムの比率が高いボスニアのボシュニアク人に多く見られるせいである。長男で兄弟には3人の姉と2人の弟がいる。マルメの移民コミュニティがあるローセンゴード地区で育ち、6歳でサッカーを始めた。幼い頃から、その得点能力は顕著で、6点ビハインドの試合で交代選手として投入され9得点を挙げた経験を持つ。 1995年にマルメ FF と契約し、1999年にトップチームデビューを果たす。しかしそのシーズン、マルメ FF は2部リーグ降格となった。主力選手が移籍していく中、イブラヒモビッチはこれをレギュラー取りのチャンスと考えて残留。その読み通りに、翌シーズンはレギュラーとして活躍し、26試合12得点の成績を残して、 チームの一部リーグ復帰に貢献した。この活躍を見たアヤックス・アムステルダムやアーセナルなどのビッグクラブがイブラヒモビッチ獲得に乗り出し、特にアーセナルはアーセン・ベンゲル監督が自ら背番号9番を保証するなど懸命に獲得を試みたが2001年7月1日20代の選手としては破格の、そしてチーム史上最高額の780万ユーロの 移籍金を提示したアヤックスに移籍した。そのアヤックスでかつて、マルコ・ファンバスティニや、パトリック・クライファート、ルワン・コカルなどが背負った背番号級を受け継いだ。2001から02シーズンのオランダカップ決勝で、決勝ゴールを決めるなど徐々に、チームの主力となった。2002から03シーズンも、UEFA チャンピオンズリーグで4得点、エール・ディビジで10得点を挙げ、レギュラーの座を、 不動のものとした。翌シーズンは、足の故障のため3ヶ月欠場するが、復帰後は16試合13得点を記録し、エールディビジ優勝に貢献。インテル時代のイブラヒモビッチ2004年9月1日、遺跡金1600万ユーロで、ユベントス FC に移籍した。当初は、アレッサンドロ・デル・ピエロ、ダビド・トレゼゲに次ぐ3番手の FW と目されて、 いたが、2004から05シーズンのセリエ A 開幕戦、ブレシア戦でデビューし、早速ゴールを挙げると、トレゼゲやデルピエロの故障もあって、カペロ監督の信頼を得始める。彼らの復帰後もユベントスフォワード陣の柱となり、最終的に35試合16点の成績を挙げ、AC ミランからのセリエ A 大座奪回に貢献した。2005から06シーズンも2トップの一角として、 ユベントスのセリエ A 首位独走に貢献した。2006から07シーズンからは、ユベントスの審判捜査疑惑によるチームのセリエ B 降格の影響により、AC ミラノへの移籍も噂されたが、2006年8月10日に2480万ユーロの移籍金で、ユベントス最大のライバルであるインテルナツヨナーレミラノへの移籍が発表された。2006から07シーズンは、 セリエ A 初年度の16ゴールには及ばなかったものの15ゴールを記録し、インテルの15度目のスクデットに貢献した。しかし、セリエ A における活躍に対して、チャンピオンズリーグでは無得点でベスト16で敗退した。2007から08シーズンは右膝の怪我に悩まされたものの、セリエ A で17ゴールを記録し、インテルの16度目のスクデットに貢献した。 特にセリエ A 最終節のパルマ FC 戦では、後半途中から投入されると2ゴールを奪い、この活躍で、インテルは勝利。スクデット獲得を決めた。チャンピオンズリーグのグループリーグでは5ゴールを記録するも、決勝トーナメント1回戦のリバプール FC 戦では、無得点に終わり、チームは、またしてもベスト16で敗退した。2008から09シーズンは、 チャンピオンズリーグではわずか1ゴールに終わりチームもサンドベスト16で敗退するもセリエ A では得点を量産しインテルのセリエ A4 連覇に貢献25ゴールを記録しセリエ A 得点王に輝いたバルセロナでプレーするイブラヒモビッチバルセロナ時代のイブラヒモビッチ2008から09シーズン終了後セリエ A でやることはもうないという発言から遺跡が噂されたがクラブや 自身も残留を明言。新シーズンの背番号が10に決定するなどインテルに残留すると思われたが、2009年7月27日、サミュエル・エトー、移籍金4600万ユーロとのトレードで FC バルセロナへ移籍。5年契約で背番号はエトーがつけていた9番。2009から10シーズン、バルサのスタイルに馴染めるかどうかが不安視されていたが火を追うことに、 周囲の選手との連携を高め、リーガー開幕戦のスポルティング基本戦では早速、ゴールを決めた。その後も、順調に、ゴールを重ね、移籍初年度選手の開幕から5戦連続ゴールという、バルサのクラブ記録を打ち立て、自身初のエルクラシコでは、後半からアンリに代わって出場し、ダニエウ・アウベスからの絶妙なクロスに走り込み、ボレーシュートを放ち決勝点となった。しかし、 シーズン後半は、怪我によるコンディションの不調から徐々に調子を落とし、終盤には、ベンチスタートも多くなった。最終的には29試合に出場し16ゴールをマークしたが、期待にセ0 0応えたとは言い難い出来だった。後に、クアルディオラ監督との確執があったと語っている。ミラン時代のイブラヒモビッチ2010年8月28日に、AC ミランへ、レンタル移籍。 わずか1年でのセリエー復帰となった。なお、翌年には移籍金2400万ユーロで、完全移籍となるオプションがつく。背番号は11番。2010から11シーズン、入団1年目のミランでも、不動の存在となり、リーグ戦14得点を記録。インテルに五連覇を許すなど、長く不振にあえいでいたミランに七期ぶりとなる、スクレットをもたらした。一方、 チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦にトッテナムホットスパーに敗れベスト16敗退となった。ミランが買い取りオプションを行使し完全移籍を果たす。2011から12シーズンはシーズンを通じて好調を維持しエースとしてチームを牽引。チャンピオンズリーグでは準々決勝でバルセロナに敗れベスト8で敗退となったがリーグ戦では 自己最多の28ゴールを記録して、自身2度目のセリエ A 得点王を獲得した。また共に、自己最多となる公式戦、合計35得点、15アシストを記録した。しかし、チームは、ユベントスとの優勝を争いに敗れ、スクデット連覇を逃す。これにより、アヤックス時代から続いていた、自身の国内リーグ連続優勝記録が8年で、途切れた。パリ・サンジェルマンで、 入団会見するイブラヒモビッチ2012年7月18日パリ・サンジェルマン FC へ3年契約の移籍金2300万ユーロで移籍した10月18日にはゴールデンフット賞を受賞した入団当初は背番号は18番であったが10番をつけていた MF ネネがシーズン中に退団したこともありシーズン途中からは背番号を10番に変更 パリ・サンジェルマンでもゴールを量産し、30得点を上げる活躍を見せ、リーグアン得点王に輝き最優秀選手賞も受賞するなど、パリ・サンジェルマンの19シーズンぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。2015年3月15日のボルドー戦で判定に不満を持ち、このクソみたいな国は PSG にふさわしくない。と発言したことが問題視され、 クラブ公式サイトで謝罪したものの4試合の出場停止処分を受けた。その後、3試合の出場停止処分に軽減された。2015年10月4日に行われたマルセイユ戦で自身が獲得した2本の PK を決め、クラブの通算得点記録を更新した。2016年5月13日に本人のツイッターで、俺は王としてやってきて、 伝説として去るという言葉とともに、今シーズン限りでパリ・サンジェルマンを対談することが発表された。2016年6月30日、本人のツイッターで、マンチェスター・ユナイテッド行きを発表。インテル時代の恩師、ジョゼモーリーニョと再会することになる。イブラヒモビッチ自身は、この遺跡を実現しないと言われていたが実現したという意味で、フロイド・メイウェザー対マニー・パッケオの。 夢の対戦と同じだと語った。背番号は、アヤックス、バルセロナ時代と同じ9番に決定した。2017年2月5日、プレミアリーグのレスターシティ戦で、今季15点目を決めて、リーグ最年長記録となる35歳で15得点を記録した。2月16日のヨーロッパリーグのラウンド32、サンティテェンル戦でマンチェスターユナイテッドでは、 初のハットトリックを達成した。しかし、4月20日のヨーロッパリーグ準々決勝のアンデルレフィト戦で膝を負傷し途中交代。診断の結果右膝前十字人体損傷と判明し、手術を行った。負傷の影響で契約延長のオプションは消え、マンチェスターユナイテッドとの契約は満了した。8月24日、マンチェスターユナイテッドは新たに1年契約を結んだ。 ことを発表した。また、10番のユニフォームを着用することも合わせて発表された。11月18日のリーグ戦、第12節入荷するユナイテッド戦に途中出場し、7ヶ月という速さで復帰を果たした。11月22日、UEFA チャンピオンズリーグの FC、バーゼル戦に途中出場。この出場により、史上最多となる7つ目のクラブでの CL 出場を、 果たした。2018年3月22日、マンチェスター・ユナイテッドは、イブラヒモビッチの契約即時解除に合意したことを発表した。LA ・ギャラクシー時代2018年3月23日、ロサンゼルス・ギャラクシーに加入することが発表された。背番号は9番に決定。3月31日、ロサンゼルス FC 戦に途中出場し、MLS デビューを果たすと、 ゴールから約35メートルの距離からロングシュートで遺跡後初ゴールを挙げた。7月30日、オーランド式戦で MLS 遺跡後初のハットトリックを達成した。遺跡初年度の2018年シーズンは27試合で20得点を記録し、年間ベストイレブンに選出され、さらに MLS 新人賞にも選出された。12月18日、 LA ギャラクシーと1年間の契約を締結した。2019年6月に MLS 所属選手の年俸額が公表され、イブラヒモビッチの年俸額は MLS 史上最高額の720万ドルであった。9月15日、スポルティングカンザスシティ戦でハットトリックを達成し、このシーズンのリーグ戦得点数を26得点とし、クラブのシーズン最多得点記録を更新した。 2019年12月27日、AC ミランに加入することが発表された。背番号は21番。2019から20シーズン終了までの契約で、1年間の延長オプションが付随する。2020年1月6日、セリエ A 第18節のサンプドリア戦で、ベンチ入りすると、後半に、 クシシュトフピョンテクトの交代で途中出場し、ミラン復帰後初出場を果たした。1月11日、カリアリ戦でミラン復帰後初ゴールを挙げた。1月19日、ウディネーゼ戦の勝利により、史上最速でセリエ A 通算150勝を達成した。2月9日、インテルとのミラノダービーではアンテレビッチのゴールをアシストするとともに、自身もゴールを決め、 ミラノダービー最年長得点者となったが、試合は2から4と敗れた。8月1日第38節のカリアリ戦にて、リーグ戦10ゴール目を決め、セリー AA2 桁ゴール史上最年長記録を更新した。2020年8月31日、クラブと1年間の新契約を締結したことを発表した。10月17日、インテルとのミラノダービーにおいて2ゴールを決め、 自身の記録である、ミラノダービー最年長得点者を更新、試合はアウェーであったが1から2と勝利した。11月22日、ナポリ戦において2ゴールを決め、セリエ A 第8節までに10ゴールを奪った、最年長選手になった。2021年2月7日、クロトーネ戦において2ゴールを決め、クラブキャリア通算500ゴールを達成した。代表、 デビューは2001年1月31日のフェロー初等戦である。2002年日韓 W 杯の最終メンバーにも20歳の若さで選出されたが、グループリーグのアルゼンチン戦と決勝トーナメント1回戦のセネガル戦の2試合30分の出場にとどまった。ユーロ2004の本大会からレギュラーに定着すると、グループステージ第一節のブルガリア戦で PK を決め、続く 第2節のイタリア戦では、ゴールに背を向けたままジャンプしながら、かかとでループシュートを決め、チームをグループステージ突破に導いた。準々決勝のオランダ戦、PK 戦にも連れ込んだこの試合で3番目のキッカーとして登場するが、これを外し、オランダに敗れた。2006年、ドイツ W 杯欧州予選でも8試合8得点を記録し、スウェーデン代表として、 本大会への切符を手にした。しかし本大会では制裁を書き、グループリーグ途中から、ベテランのマルクス・アルベックに、スタメンの座を奪われるなど、無得点に終わる。チームも開催国、ドイツに敗れベスト16にとどまった。2 0 0 6年9月の欧州選手権予選期間中に、規律を守らなかったとして、クリスティアン・ビール・ヘルムソン、オロフ・メルベリラと共に、同国代表を追放された。 その後、2点3点あったものの、2007年3月の試合から代表復帰を果たした。ユーロ2012のウクライナ戦でゴールを決めた、イブラヒモビッチユーロ2008では、グループリーグ第一戦のギリシャ戦で強烈なミドルシュートを決めた。このゴールは、イブラヒモビッチの代表として実に2年8ヶ月ぶりのゴールとなった。試合は、その後スウェーデンが追加点を決めにカラレーで、 前回大会王者であるギリシャを下した。第2戦のスペイン戦では、フェルナンド・トーレスに先制点を許すも自身の同点ゴールで試合を1から1とする。しかし後半ロスタイムに、ダビド・ビジャに決勝点を決められ、試合は1から2で敗れた。決勝トーナメント進出をかけて臨んだ。第3戦のロシア戦では、フル出場するも不発に終わり、試合も0から2で敗れ。 グループリーグ突破はならなかった。大会前からの自身の右膝の怪我もあり、不本意な結果で本大会を終えた。2010年 W 杯欧州予選では、デンマークやポルトガルなどの競合と同居した、グループ1で3位に終わり、本大会出場はならなかった。2009年12月24日、代表引退を表明。なお、しばらくの間は、代表でプレーしないとも述べていた。 2010フィファワールドカップ終了後に代表復帰を表明し、2010年8月11日のスコットランドとの親善試合に出場、決勝点を挙げた。ヘンリ・クラーションの引退後は代表キャプテンに任命される。ユーロ2012予選では、フィンランド戦でハットトリックを達成するなど、チーム最多の5ゴールを決め、スウェーデンの4大会連続となる。 ユーロ本戦出場に貢献した。迎えた、ユーロ2012本戦、グループリーグ第一戦の開催国ウクライナ戦では、先制ゴールをマークしたが、アンドリーシェフチェンコに立て続きにゴールを許し、チームは1から2で敗戦。第2戦のイングランド戦でも2の3で敗れ、2戦連続で逆転負けを喫した。すでにスウェーデンのグループリーグ敗退が決定した中で、 迎えた第3戦のフランス戦であったが、この試合で、先制点となる豪快なボレーシュートを叩き込み、2から0でのスウェーデンの大会初勝利に貢献した。こうした活躍もあり、イブラヒモビッチは UEFA 選定の大会優秀選手23名に選ばれた。チームの早期敗退に落胆した様子であったが、2014、FIFA ワールドカップを目指して、代表でのプレー続行を明言。 二千十二年十一月十四日のイングランドとの親善試合では先制点を挙げフレンズアレーナの初ゴールを挙げると四得点を挙げる活躍で勝利に貢献特に四点目のゴールから二十五から三十メートルの一からのバイシュクルキックはイブラヒモビッチ自身がキャリアベストゴールと認めるだけでなくチームメートや相手チームからも賞賛を集め二千十四年一月には 年間最優秀ゴールを決めるフィーファプスカ首相を受賞した。2014年9月4日のエストニアとの親善試合で2得点を挙げ、代表通算50得点を達成。これによりスウェーデン代表の通算得点記録を82年ぶりに更新し、歴代単独トップとなった。9月8日の UEFA ユーロ2016予選、オーストリア戦で、 代表通算100試合出場を達成した。2015年11月14日、デンマークをホームに迎えた UEFA ユーロ2016予選プレーオフ第1戦では PK から決勝点を挙げた。2015年11月17日に行われたプレーオフ第2戦では2得点でチームを本大会出場へ導いた。UEFA ユーロ2016大会期間中に 同大会を最後に、スウェーデン代表から引退することを表明。ユーロ後にリオデジャネイロオリンピックにオーバーエイジ枠で出場する噂についても否定した。2016年6月22日の UEFA、ユーロ2016グループリーグ第3戦のベルギー戦に敗れたことで、スウェーデン代表の敗退が決定、同試合が代表最終戦となった。右利きであるが、左利きまたは、 両利きと見違えるほど、ペナルティエリアの内外からゴールを狙う強力な、得点力かつ正確なボールコントロールを持つ、ストライカーであり、ペナルティキックや、セットプレーの状況からも、その正確さは群を抜いており、足元のテクニックと抜群のフィジカルを兼ね備えている。195センチメートルと身長が高いにもかかわらず、機敏であり、空中戦や、フィジカルコンタクトに強い上に、 足元のボールコントロールも正確で、スピードもあり、堅実なポストプレーもできる万能型アタッカーである。身体能力が高いことから、アクロバティックなシュートも得意としており、相手ゴールに背を向けた姿勢からもシュートを放つことができる。また自ら点を取るだけでなく、アシスト役もこなすことが可能で、トリッキーなプレーを見せる。国籍はスウェーデンだが、両親は、 旧ユーゴスラビアからの移民で、メンタリティとテクニックにバル関係の特徴が色濃く現れている。サインに応じるイブラヒモビッチ2020年8月29日現在、アヤックスユベントスインテルナチオナーレバルセロナミランパリサンジェルマンマンチェスターユナイテッド。ありがとうございます。